はい、皆さん、こんにちは。今日もビッグアンビションズやっていきたいと思います。前回からちょっと経ちましたね。服屋さんの第2店舗の方が結構安定してきました。今、売り上げの方が37,000ドルと、まあ、ちょっと満足度低いんですけどね。こちらの一番最初の服屋さんを超えていますね。かなりいい感じになってます。何が足りないんだ？顧客サービスか。ただ、従業員の方は全員 100% の人が入ってますので、どうなのかな？レジが遅いとか、そんな感じなんですかね。まあ、ちょっとこちらは様子を見ていきましょう。はい、ということで、だいたい1日にこちらですね、10万ドルぐらい稼げるようになったんですが、まだまだ200万ドルには遠いので、もう1店舗何かお店を出したいと思います。どこだ？まずはマーケットの方で何が需要があるかとか見ていこう。あ、宝石屋さんですね。確かに宝石屋さんはまだ出してなかったな。ヘルズキッチンの方も、ああ、やっぱ宝石屋さんですね。どこも宝石、あ、宝石、こう、すごい 100% だ。ミッドタウンの方 100% ですね。ああ、高価な宝石も、ああ、いいね。ミッドタウン。ちょっと見てみましょう。ミッドタウンは一番でっかいところですよね。人の方が入れますので、ちょっと店舗用を見よう。こちらが40名か。せっかくだったらめちゃくちゃ人入った方がいいかなと思うんですが、あ、75人ですね。ここいいな。さあ、ここミッドタウン。服屋さんの方も、75人でしたからね。あ、ここ41に、車の通りが41ですね。あ、ここ47。ここいいんじゃないのかな。結構広いですし、ここ行きましょうか。目的地を設定して、おっと、なんか来たぞ。誰だ？誰か雇うことになってるのかな。ドライバーですね。こちら雇っておきましょう。ちょっと訓練していかないと、どっちみちダメですので、従業員の方、早めに訓練させておきましょうか。服だけ割り当ててと。あとはトレーニング出しておきましょう。さあ、タクシー拾ってちょっと借りに行きましょうか。ちょっと待って、タクシー止まって。よし。さあ、そして目的地がここかな？あ、洋服屋さんの隣なのかな？斜め後ろ、あ、ここじゃないな。どこだ？目的地、あ、これか。これですね。47の、ところなので、ここへ行く。109ドルかかりますが、まあいいでしょう。よし、じゃあここを借りましょうか。ちょっと高いのかな。よし、まあいいや。新規事業で、宝石屋さんですね。こちら。他には何ができるの？あ、スーパーマーケットとかも建てれるのか。まあいいや。とりあえず宝石店にしましょうかね。宝石店をやって、何にしよう。名前は何だろう。ちょっとあんまり思いつかいませんね。あ、日本語も出た。宝石と。宝石と。ショップにしとこう。もうわかりやすいよ。またこれはいずれ名前は変えましょう。さあ、こちらで OK。で、こちらの方に店舗には販売する商品がないということですので、配達してもらおう。電話をして、配達してもらいましょうかね。まず、このでっかい電気屋さん。さあ、住所選択で宝石ショップと。時間帯は今日が水曜日なので、木曜日に配達してもらいましょう。75人までなんだけど、あ、めちゃくちゃ高い。これが1個で何人いけるんだろう。まあ、1個が10としても、8個買って、どこか8万しますね。めちゃくちゃ高いな。他にはどうなんだ？ああ、そうだ、収納棚ね。こちらもちょっと多めに買っておきましょう。レジカゴも必要かな。3つぐらい買っておく。商品パネルは何の商品だろう？他は何が必要かな？あ、レジカウンター。これってあれなのかな？引き出し付きキャビネットと、合体してる感じなんですかね。2300ドル。一旦こっち買ってみよう。3台。3台で人こなせるかな？
4台ないと顔なせないかもしれないですか。あ、もうこれ以上買えないですね。とりあえずこんだけ入れてみましょうか。これで OK ですよね。全部でいくらだ？約10万ドルぐらいかかりますが、まあ、こちら明日持ってきてもらいましょう。よしよしよし。さあ、とりあえずこんなもんで、まずはいいので、明日まで少し待ちましょうか。宝石店用の宝石も仕入れましたね。ちょっとお金が一気になくなりましたが、今日の10時頃に荷物が届くはずなので、とりあえずは、まずお店の準備をしていきましょうか。まだレジとか何も設置してない状態なんですよね。よし、タクシー、タクシー。ちょっと待って、タクシー。よし、タクシー乗っていきましょう。どこだっけ？これが洋服屋さんなので、宝石店はここですかね。こちらの方に行くと。ちょっと離れた場所ですね。よしよしよし。ちょうど荷物が来ましたので、こちらの方並べていきましょうか。どこだ？まずは台車ですね。めちゃくちゃ広いな。やっぱりでっかいやつはかなり面積が広いので大変ですね。よいしょ。ちょっと待って待って、どこ行くの？あ、これ外から、壁の奥から取っていく感じなんですね。ということで、まずは荷物を並べましょうか。さあ、では、まず宝石のショーケースを置いていきましょう。レジは一応3つ並べてみました。これがまず何人分いけるのかがわからないんですよね。ショーケースをとりあえず適当な感覚で置いていきましょう。で、ここをちょっと見てみよう。どこだ？これか。概要のところですね。あ、まだお客様のところ設定がしてない。不明ってなってますので、こちらの方を、まずは高価な宝石にしていきましょうか。高価な宝石と。いうことで、これで、あ、15人分ですね。あ、そうか、15か。ということは、こちらの方が、10ケースあればいいのか、5ケースずつあれば、おそらく安いやつと高い方、両方ですね、お客さんの方に、いけますね。今何ケースだろう？ 4 ケース、6、6、あ、ちょっと、8ケースぐらい届いてるのかな？ということで、あと2ケースは必要ですね。これもと、ちょっと適当な感覚で置いていきましょう。まずは高い、品物が並ぶようにしましょうかね。これなんだろう、矢印の方からお客さんが来るのか、店員が取るのか、そっちがどうなのかが、ちょっとまだ分かっていませんが。まあいいや、こんな感じで置いていこうかな。レジ前、盗まれたりすると、店員がすぐわかるように、レジ前に置いていきましょう。あと、これで6個なので、2つありますね。ということで、こちらの方を置いていくと。よいしょ。さあ、こちらの方は置いていきましょう。倉庫の方に、もう品物は届いているので、あとはそちらの方を、こっちに持ってこないといけないんですよね。あんまりいっぱい持ってこれないと思うんですけど、よし、これで OK。で、レジに少し人を入れておこう。まだ2人しかいませんが、いつから入るかな。今日が木曜日なので、土曜日オープンにしていきましょうか。なので、土曜日なら人入れるはずですね。よし、ちょっとずつでも売り上げを上げていきましょう。他にはなんか連絡来てるのはなんだ？ギフト、チープギフトの箱をギフトに保存できませんでしたと。ああ、そうなんだ。次のところの倉庫がいっぱいなんですね。ならちょっと倉庫いっぱい置けるようにしておきましょう。その他にはどうしよう。人が欲しいな。とりあえず、あ、これ、ドライバーなんだけど大丈夫かな？これ。あ、接客いけますね。接客を、フルタイムが欲しいので少し4人ぐらいにしときましょう。さらに掃除の人も欲しいんですよね。宝石ショップ清掃、こちらは2人にしましょうか。2人を1人トレーニングして1人はもう即働かせるような感じにしましょう。よしよしよし。さあ、次に、
やばいな。どんどん服もなくなっていってますね。さあ、一旦帰りたいな。帰って他に足りないものなどをこちらに持ってきましょう。さあ、では他のちょっと足りないものを買っていきましょうか。まず、なんだろう。なんだ？ギフトショップの倉庫にまずはでっかい棚を入れるのと、宝石ショップの、入れるかな？宝石ショップの方にまずは、あと宝石の棚を買わないといけないんですね。とりあえずこれはギフトショップの方に持っていく。あ、そうか、掃除用具も買わないといけないのか。とりあえず、あ、まだお会計してなかった。会計しないとダメですね。ちょっと並んでるな。めちゃくちゃ並んでるな。さあ、これ、どんどん割り込まれてるけど。大丈夫？あー、来た来た来た。なんか次から次へと来てますね。清掃員かな？接客の人か。あ、48% 最初からありますね。これいい感じだ。この人も早速ですが、もうトレーニングに入ってもらいましょう。まあ、こんなもんでいいのかな？あまり雇いすぎても仕方ありませんからね。よしよし。とりあえず、これは倉庫に置こう。一番最初に借りた倉庫なんでね、ちっちゃいんだよな。さあ、まずはここですね。ああ、ほんとだ。荷物がいっぱいだ。これじゃ入らないということで、入れていかないといけないな。さあ、もう二つ設置しとけば、とりあえずは大丈夫だろう。で、高価な服が確かないって言われてましたよね。もうな、大丈夫なのかな？倉庫の方を見る、在庫の方を見ていきましょうか。足りないのは、紙袋が足りないとしても、あ、炭酸も足りない。まあ、これはいらないや。ギフト、高価なギフトがない状態ですよね。ということで、高価なギフトだけ少し買うように入れておきましょう。カフェじゃない。物流じゃないですね。こっちかな？これは、医療ですね。こちらの方は安価な花とかもいらない。とりあえずゼロですね。余計なもん買うともうお金がなくなってしまいますので。こちらも大丈夫。そして、高価なギフトだけ買うと。で、5000ドルですね。これは買っておきましょう。これで OK。さあ、忙しいな。次に車を買ってこないといけない。トラックがおそらくもう 40% 以上あるドライバーが一人いるので、トラックでも問題ないと思うんですよね。ということで、いっぱい運ぶためにもトラックを購入しよう。さあ、こっちのでっかいの行きましょうか。何色にしようかな。今度は黄色く目立つやつにしようか。さあ、こちらの方のトラックを宝石店の方に持っていきましょう。よいしょ。どっちだ？外から回らないといけない。宝石店ちょっと遠いんだよな。自分で持っていくの面倒ですね。まあ、仕方ありません。ちょっと持っていきましょう。さあ、とりあえず来ましたね。危ない危ない。ぶつかる。よし。駐車しましょう。で、まずはドライバーの方がトレーニングが終わってないので、トレーニングが終わり次第一人こちらの方に当てはめていきましょう。倉庫の方にはもうすでに宝石の方入っていますので、あとはこちらを届けるだけですね。あ、やばい。宝石のショーケースをそうだ、まだ買ってなかった。そちらとゴミを片付ける。掃除道具ですね。そっちを買いに行って届けてきましょう。さあ、こちらですね。買ってきました。そしてなんかめっちゃメッセージが来てるぞ。まずはなんだ、清掃員が見つかったよと。接客ですね。もうこっちいいかな。清掃員も、ちょっと雇ったんですよね。そしてこれは何？あ、満足してないよと。宝石ショップまだオープンしてませんからね。まあ仕方ありません。これで OK だ。まあとりあえず OK だ。設置していきましょう。これで棚が5個ずつですね。置けると。そうか、みんな働いてないから怒ってるな。まあもうちょっとでオープンしますので、ちょっとだけ待ってもらいましょうね。よいしょと。さあ、こっちは安い宝石を置くと。よしよし。さあ、こっちも置きましょう。人数今どれぐらいいるんだろう。ドライバーが2人ですが、まあ、これは OK ですね。接
客もあと2人来てますので、まあ問題ない。清掃員が1人しかいないので、清掃員だけもう1人雇ってもいい感じですね。こちらは接客キャンセルと。清掃員雇いましょう。OK ですね。フルタイムこちらもキャンセルしとけば OK と。で、ドライバーが今いませんので、どうしようもありませんが、ドライバーを設置次第ですね、物流の方で少しこちらの方に宝石を入れていきましょうか。おそらく多分無理だよね。ああ、しまった。そして物流の方もダメなのか。物流担当者雇わないと、ちょっと厳しいんですね。いや、これはまずいぞ。品物がないので、そこら、あ、服も結構ないな。トラック借りてきて、そのまま自分で運んじゃいましょうか。さあ、宝石ショップまで自力でなんとか運転してきましたが、こいつを、どうなんだろう、トラックって、路中できるのかな？あ、やばい、罰金だ。これ入れないのかな？でっかくて入れないのかもしれないですね。ちょっと、ああ、いけたいけた。よかったよかった。さあ、ということで、すごい邪魔ですが、トラック止めました。こちらに宝石いっぱい積んできましたんでね、自分で持っていきましょう。台車も取ってきましたんでね、まずは高価な宝石から入れていくと。よいしょよいしょ。さあ、明日の店のオープンまでに間に合うかな ?50 個ずつですね。よいしょ。さあ、入っていくと。あ、紙袋はあるね。大丈夫ですね。よかったよかった。さあ、これで、あとは、まだありますね。安い宝石も持っていかないといけないと。とりあえず、これを持っていって、全部の、まずは、ショーケース埋めてしまいましょうか。急げ急げ。さあ、これで、まずは、ショーケース、高価な宝石入りましたので、あとは安価な宝石入れていきましょう。あと2つですね。よいしょ。あ、タスクには割り当てられてないって言ってるな。宝石ショップ仕事がないって言われてるぞ。あ、ちょっと待って、これは。スケジュール管理は入ってますね。明日からだからないのかな？まあいいや。とりあえず間違えた。トラックから残りの品物ですね。運んでしまいましょう。さあ、今日はついにですね、宝石店のオープン日ですね。トラックもなんとか倉庫に返しておきましたし、ドライバーも配置しましたので、物流の人か。物流の人ちょっと雇っとかないとダメだな。机がない。机がないんでちょっときついな。オフィスの方はどこだ？机はなかったよね。もう置き場所も多分ないと思うんですよね。オフィスの方は、人があるかな？いないかな？ここですね。ああ、やっぱパソコン全部いっぱいですね。1、2、3、4、5、6、7。まだちょっと人は少し雇えそうな感じはします。1台分置けるかな？この大きなテーブル会議が必要ないんだけどな。これを置けって言われるので置いたんですけど、それで場所がだいぶ取られてますね。ということで、まずはいいや。しばらくはこのままでいいとして、まず清掃の道具だけちょっと買って、持っていかないといけませんね。こちらの方で掃除用具を買うと。あ、そうだ、買い物カゴじゃないや。台車持っていかないとダメですね。掃除用具を買うと。よし、これで OK。さあ、これでいいでしょう。さあ、OK。で、タクシー拾って、とりあえず宝石ショップまで行きましょうか。よいしょ。さあ、そして宝石ショップの方どこだ？これですかね？違うのかな？ちょっと迷子気味ですね。どっちがどっちかもう分かってません。服屋さんがここにあるからここか。さあ、これ行ってと。よいしょ、どう？お客さん入ってるかな？もう店は開店してるはずですよね。やばいな、お客さん全然来てない。じゃあ仕方ない。クリーニングステーションだけちょっと設置だけしておきましょうか。いや、あ、そうか。まだあれだ。必要なものがいっぱいあったぞ。ちょっと待てよ。ここですね。宝石ショップ、まず、何から行こう。スケジュール。掃除用具の人から入れていきましょうか。この人ちょっと働きすぎだな。
42時間で店の終わりぐらいから綺麗にしといてもらえればいいでしょう。人はまだない。そして配達契約はしてないんですね。で家具ショップの方から、どこだ、一軒家みたいな名前のところですね。ここで購入しないとダメだ。住所は宝石ショップと。あの音楽とかかけないとダメなんですよね。ということで日曜日、何を買えばいいんだ。特には鉢植え買っときましょうかね、2つぐらい。あとは レストラン、スピーカーいいやつ買っときましょう。どれぐらい、4つぐらい置いとくか。あとなんだ、絵画でしょう。絵画2つ置いときましょうか。こんなもんでいいのかな。インテリア的なものはまあこれで、あとは壁とか床直せばいい感じでいいでしょう。3000ですね。 OKOK よし、これで、一通りはいけましたね。あとは、お店のマーケティングかな。マーケティングが全然してないので、これを変えないといけませんね。ということで、マーケティングしていきましょう。電話、宝石ショップ。こちらの方は、どうしよう。標準的な、とりあえずネットキャンペーンにしようか。で、看板も、ちっこい看板、ちっこいのかな？中ぐらい。どうしよう。中ぐらいいきなり言っときましょうか。こちらで中ぐらいの看板を立てておきましょう。よいしょ。2500もかかるんだよな。よし。あ、お客さん来た。お客さん来た。音楽が流れてるといいよねって言っていますね。まあ、その通りですね。さあ、安い宝石の方を見ていく。在庫があんまりないんで、ちょっとあんまり油断はできませんね。で、このお店ちょっと見ていきましょうか。75人なんですけど、人が今いないので、そんなに相手できませんね。残念。もうちょっとレジの人増やしていきましょう。さあ、これで OK ですね。とりあえず今日の売り上げを楽しみにしていきましょう。わあ、なんかめちゃくちゃ渋滞してますね。さあ、本日の売り上げは、あ、結構増えたな。かなり増えましたね。18万。何がいっぱいもらえたんだ？宝石店がいきなりですね。黒字になりましたね。在庫の方はまだいっぱいあるので大丈夫ですね。ああ、すごいな。いきなり売り上げが上がったのでびっくりしました。よしよしよし。接客の方が、まあ人手がちょっと足りないんでね。しょぼい感じにはなっていますが、まあいいでしょう。よかったよかった。さあ、ということで今日も頑張っていきましょうか。あとは今日、家具系のものが届くので、そちらスピーカーとか設置すれば、まあ問題なくいけるのではないかなと思いますね。あとはシムクロスの、ああ、そうか。紙袋もな、まだ自動で配達できるようにしていないんですよね。どうしようかな。シムクロスの方とか、紙袋自分で入れるか。ちょっと購入して自分で突っ込んできましょう。さあ、宝石ショップの方来ましたね。まずは自分でちょっと手で持っていかないといけないんですが、スピーカーの方設置していきましょう。こちらに持っていくと。で、人が全然来てないな。お客さん来てない。あ、今日休み？いや、休みじゃないですね。いますね。ということで、まず台車を持って行って、その他いろいろ来たやつ飾っていきましょうか。よいしょ。さあ、こちらのパレットからスピーカーをまず全部と、あと花瓶を入れていきましょうか。スピーカーはこっちにも設置、その他にもレジ近くに2台設置しておきましょうか。ここでいいや。こっちの方も設置しておけば、店内、まあ音楽、これでいいでしょう。よし、あとは、花瓶とかですね。これもまあ適当に置いとけばいいと思いますので、適当に置いておきましょう。よしよし、あとは、もうちょっとですね。もうちょっとが入らないのか。背の高い花瓶はここに適当に置いておく。この向きとかも、なんか関係あるのかな？まあいいや、適当に置いておきましょう。で、絵画ですね。
これも入り口付近になんか置いとけば問題ないでしょう。さあ、こちらの方もこっち側に置いとくと。なんか向きが変だな。向きが変だぞ。よし、こんな感じだ。あとはでっかい絵画を置くと。よし、こんな感じですね。あと一つ持ってこないといけません。よいしょ。さあ、これで、あ、間違えた。危なかった。絵画の方は、でっかい絵画ですね。これは壁にくっつけていきましょう。よいしょ、これで OK ですね。人事の方からは、あー、なんだよ、スタンプメッシュオフィスチェアをくれって言ってるな。なんてめんどくさいやつなんだ。まあいいや、仕方ない。採用しておきましょう。これでですね、物流関係も人が増やせますので、どれだ ?0 時間のやつ。あ、そっか、まだ、あ、これいましたね。0時間のやつが、ここの方にパソコン1台用意しましたので、入れていくと。で、物流担当者は当てられてないので、こちらの倉庫ですね。から、配達先は宝石ショップと。これどうしよう。在庫、どれぐらい300維持するようにすればいいかな。とりあえず300維持で問題ないでしょうかね。あと、紙袋はないんだよね。紙袋はどっかから、買ってきましょうか。ということで、これで宝石、今のところ倉庫にもうないんですが、買っておけば自動的に仕入れたものを搬入してくれるという形ですね。これですね。宝石どれぐらい ?500 個ずつ買っときましょう。これめちゃくちゃ高かったんですよね。で、ギフトの方はまあいらないと。これだけでも、どれぐらいで36万するんですよね。めちゃくちゃ高い。これ高価な宝石がやばいのかな?うん、まあ一回500買っておきましょう。しばらくこれで、入れなくて済むでしょう。OK。さあ、ということで、こちらの方も完了しましたので、今日の売り上げ見ていきましょう。さあ、今日の売り上げ見ていきましょう。まあまあかな。16万8000ドルですね。ということで、まあ今も宝石ショップがようやく、オープンしたばっかりなので、ちょっとまだ売り上げの方ができていませんが、今後もですね、こちらの方をしっかりと育てていきましょう。これでまあ大体宝石ショップ合わせて20万ぐらい、20万以上ですね、もらえれば、お金の方200万ドルぐらい稼げるのではないかと思います。それでは今日はこれぐらいにして、また次回ですね、この続きやっていきましょう。皆様ありがとうございました。you